イースターおめでとうございます。おめでとうございます。他の宗教にないキリスト教だけにあるという3つの特別な特徴があります。それは見えない真の神様が人間の姿になってこの世に来られたということです。まあ、それがクリスマスです。第2番目、このイエス・キリストという見えない神が人間となって来られたお方が罪のない誕生されて罪のない生涯を送られた。これは人間にとってありえないことですね。言葉において心において行いにおいて全く非の打ちどころがないということは人間にはありえないんですよ。ところがこのイエス・キリストという方はその生涯まさにですね、完全に罪のない清い生涯を送られた。ところがそのお方が人間の罪の身代わりとなって十字架に命を捨ててくださったということです。しかももう一つ、お墓に葬られた後3日目に死からよみがえられたっていうんですね。このよみがえりということを記念するのが来週の日曜日です。十字架にかけられるということで、あのイスラエルという国のエルサレムという町に入場したのが今日です。ですからこのエルサレム入場とそして次の日曜日の間を、これをイエス・キリストの受難週、苦しみの1週間と言われているわけです。まあ、最初にこの教会にお迎えいただいたのが昨年の11月の終わりで、まもなくクリスマスを迎えるということでお迎えいただきました。なんと2度目先生からお電話いただいて来てくださいって言われて、それがまたこのキリスト教の2番目の特別な記念の受難週。そしてキリスト教にはもう一つのお祝いの日があります。今年は5月23日で、このイエス・キリストが亡くなった後、地上においてイエス様がいてくれれば守られて支えられて助けられて導かれて救われていきますが、今イエス様は先ほどの使徒信条でも言ったように天に昇られて全能の父の右に座っておられ、そしてすべ納めておられるというわけですけれども、その代わりとして聖霊というお方が下った。それが教会の誕生なんです。それがペンテコステと言われるわけですね。まあ、まさかもう一回先生が電話してきて5月23日に来てくれって言うかどうかは私は分かりませんが、とにかくクリスマスシーズンとこのイースター、イエス様の復活のシーズンにお招きいただいて皆さんにお会いできて嬉しく思います。本当に心から感謝申し上げます。先生ありがとうございます。また前回もそうでしたが、聖歌隊の方の見事な合唱ですね。まあ本当に麗しい、よく揃った、もう天使たちが来られて賛美してくれたように、もう心豊かになりました。ありがとうございましたね。思わずアンコールと言いたかったんですけども、言いませんでしたけど、まあ、本当に心から感謝をいたします。まあ先ほど美しい賛美を聞きましたので、私も頼まれないのに一つ賛美させていただきます。イエス・キリストは十字架にかけられて、そしてその苦しみを味わわれた歌の一節です。主が十字架上に生き絶えし時、見よ宮の幕は引き裂かれたり、見よ幕を裂きて真の姿現したまえる勝利の君
誠の神様を目で見ることはできません。また肉眼でもイエス・キリストを見ることはできません。でも聖書の書かれている言葉が本当であるということがわかります。なぜ？この聖書の中に書かれていた通りにイエス・キリストはおいでになって、聖書に書かれていた通りにイエス・キリストは十字架につけられて、聖書に書かれている通りにイエス様はよみがえって、そして聖書に書いてある通り聖霊が下されて、今私たちの中に聖霊様を通して見えない神様を見ることができる、見えないキリストを見ることができる、そして私たちの人生にはっきりと神様が何をしてくださるのかということを体験することができるということですね。まあ、先ほど紹介していただきましたが、私は福島県の白川というところに生まれました。まあ、福島県というとね、東北の玄関口ですので、あの東北弁という言葉がなまるんですよ。東北弁というのは、いとえが逆になる、ちとつが逆になる、何の目もみんな鼻にかかる、そしてつけなくてもいいところで濁点がつくからズーズー弁というわけです。まあ、実際にね、私は福島県の白川っていう町に汽車で帰りますとね、アナウンスメントが違うんですよ。白川、白川と言うべきところね、スラガワ、スラガワ、ちょっとさ、頼むめんのりげ、降りた方が住んでからじゃなくて、落ちた方が死んでから乗ってください、こういうわけ。久しぶりに帰って、本当に誰か落ちて死んだのかなと思って、びっくりするわけでございます。まあ、そういう東北の、しかも伝統的な曹洞宗という禅宗の、とにかく難行苦行してお経をあげて一生懸命に精進するといううちだったんですよ。まあ、ご飯を食べる前にお経が30分も続いたというわけですよね。物心ついた時から私は早くご飯を食べて学校へ行きたいと思うのにね、もう一生懸命長々と捧げなきゃいけないんですよ。私は工夫してなるべく短めにしたんですよ。そしたら母が見破りまして、まあ、あなたと私とは合わないとね、あなたは不謹慎だ、大切なお経をそんなにね、不末、粗末にしてはいけない、もう罰として朝ごはんになりませんって、朝が抜かれたんでございます。その理由が背が低い第一の理由になってるんですけど、まあ、それから父親がですね、あの山に行って崖崩れとかダムを築くという仕事をしてたんですけど、まあ、あの白川は会津若松のようには雪は積もりませんけども、それでも雪が積もるんですよ。まあ、それで雪が積もると表の仕事がしにくいですから、まあ、温泉に、まあ、近くに温泉がありますから、骨休みということで湯治に行くわけです。でそして湯治に行きますとですね、まあ、私どもが学校休みになりますと、まあ、家族も一緒に行って水着をしたりなんかして、まあ、その湯治を助けるわけですよ。まあ温泉っていうのはいいですよね、いい営業だなって、本当に楽しみますよ。十分体を温めるとね、父親が薄い衣を身につけただけで、今先ほどの聖歌隊の方のように白い薄い衣を身につけてね、山奥へ入るんですよ。何しに行くかっていうと滝を見に行くんですよ。そうして滝を見つけたらね、そこに座り込むんですよ。でーっと、しかもね、真夏じゃないんですよ、真冬ですよ。それですからもう雪まじり冷夏何度っていうんですか、たまったもんじゃありません。いい湯棚で体を温めてもですね、もうブルブル震えて縮みすぎるように水圧を受けするわけですね。まあ、六根症状、六根症状、今までやったこと見たこと聞いたこと全部水に流すってわけでございます。まあ、たまったもんじゃありません。まあ、これが背の低くなった第二の理由でございますね。まあ、そんな障害私は初めておったんですよ。ところが私が12歳の時に親友が突然亡くなったんですよ。びっくりしました。前の日はね、まあ、今日はお相撲さんのですね、まあ、千秋楽の日でございまして、まあ、あの大関復帰がなるかどうか、その高藤、まあ、がうまく繰り返すかっていう、まあ、千秋楽があると思いますが、あの頃は私 あの羽黒山とか玉式、玉錦とか照国とか、まあ、そういう人の時代でございます。相当年代が昔になるわけでございます。70年前でございますね。で、すごいなって言ってね、見てきて、また明日一緒に学校行こうねって言って別れた。ところが翌日朝3時頃、
叩きをかかれて、あのお友達が綱代君が死んでしまったって、えっ、お医者さんにも見せる暇もなく、もうぽっくり病って言われてね、原因が分からない、亡くなってしまう。もうびっくりしましたよね。そして翌日お葬式です、仏教式です。お坊さんが、この子はこれから長い旅に出るって言うんですよ。だから私はお別れの時にですね、どちらへ行かれますか、どちらへ行かれますかってね、ささやいて3回聞いたんですよ。3回聞いたけどもね、返事がなかったんですね。やっぱり死んだんだなと思ったんですよ。でその時ね、心の中にお前が死んだらどこへ行く、私はドキッとしました。死ぬっていうことは年を重ねてからに死ぬんだと思った。ところが目の前で私より1歳年下の男の子が亡くなってますからね、死なないとは言えないでしょう。もうその時お前が死んだと。私はとっさにね、背が低くなるほど難病苦悩してきたから、極楽って言おうと思ったんですよ。そうしたらね、心の中で逆襲がありました。お前、そんならば嘘も喧嘩も悪いことは一切したことがないのか、自問したんですよ。まあそう言われてですね、したことないって言ったらね、嘘の始まりになりますから、悪いことをやってきましたよね。そんならお前は地獄だ、行くか、もちろん行きたくない、なんとかしなきゃいかん。それから翌日朝4時半に寄って、この隣がね神社あったもんですから、神社の境内をはっきり終えまして、そうして一生懸命八百万って言って、800万の神々って言いますからね、その神々の名を呼んで、どうか私の庭、あなたの庭をきれいにしましてから、私の心もきれいにしてくださいって拝んだんですよ。そうして一日終わって夜になりますと、夕食食べて午後8時から10時まで禅寺に行きまして、お師匠さんと座禅を組んで禅問答の解き明かしですよ。まあそこで一生懸命に難行苦悩しました。2年ほど経った。そうしたらお坊さんも神主さんも褒めてくれました。ああ、なかなか精進してますよ、大したもんだ、そう言われたから。ではお聞きしますが、ここが救いの到達点だったら、私はどのくらい近づいたでしょうか。3分の1でも4分の1でも近づいたと言ってもらえると思ったら、答えが狂ってましたね。人間は死んでみなきゃ分からん。それはないでしょう。だって私は一生懸命やってきたんですから、少しも近づいたとか可能性があるとか言ってもらわないといけません。いや、人間は死んでみなきゃ分からん。何と言ってもですね、聞かないんですよ。死んでみなきゃ分からん。でも私はとうとうね、結論を急ぎましたよ。死んでみなきゃ分からん。死んだら分かる。では死んでみよう。どうか真似しないでください。私は14歳の時、そこで結果を分かりたいために、だって分からないまま死にたくないでしょ。死んだらどこへ行くか分かるという難病苦悩ですから。ところが死んでみなきゃ分からんって言うんだから、見るためには死んでみなきゃいかん。私は遺書を書きました。お父さんお母さん、先立つ見るしてください。2年間一生懸命朝のように難病苦悩してきましたが、お坊さんも神主さんも死んでみなきゃ分からんというか、私は死んでいます。うまくいけば帰ってきますが、そうでなければ永遠にさようならお世話になりました。それで机の上に石を置いて、みんなが寝静まったのを確かめて、そーっと家を出たんです。私の家の裏が鉄道線路が何でも近くに揃っているのでございます。そして1日の終列車を待ってました。そしてやがて列車がやってきた。これで私の生涯終わりだ、殺せ、飛び込んだんですよ。今から考えると、まことの生きた神様が前もって知っておられたお方なんですね。この少年は14歳になったら鉄道に飛び込む、だからあの鉄道線路に飛び込んだ時に、体がちょうど線路の間にスポッて入る程度の身長にしておこう。なんということでしょうか。内藤先生のようにスマートで大きかったら、まあ大変ですよ。私は殺せって言って飛び込んだのに、なんと日本のレールの間に入ったんですよ。そして汽車がそのまま行ってしまったんですよ。お前俺を殺さなかったな、裏切った。私は死神様からも嫌われたと思ってがっかりしたんですよね。もう一つがっかりしたのは、家へ帰った机の上の衣装、誰もまだ気がつかない。本当に一人芝居をしたようで、本当に恥ずかしかった。しかし大晦日の晩が来ました。仏教の人は
あの大晦日の晩、お寺に行って108つの煩悩を一回一回鐘が鳴るたびごとに取ってもらう。道理でお寺の鐘はゴーンって響きますよね。あの英語ちょっと勉強した人分かりますね。ゴーは行くんです。ウェントは行ったんです。ゴーンは行っちゃったって言うんですよね。だからゴーン行っちゃったらこの地に取ってもらおうと、まあ私はその祈りをしようと思って家を出たんですよ。ところが街角でバタッとクリスチャンの上級生になったんですよ。前々からね、誘われてはいたんですよ。特に私が自殺未遂した時から顔が青白くってね、もう悩んだ顔してますから、私を教会に連れて行こうと思ってたけど、私は何回誘われても嫌だ、ね、私は日本人だ、日本の宗教で悟りを得れるんだ、とうとう聞かなかったわけ。ところがその夜、もう彼はムンズと私の手をつかんで、ね、お前どこへ行く、お寺何のため、生まれ変わりたい、罪許されたい、永遠の命が欲しいんです、いやそんなら教会だ、いやお寺だ、教会だとと特命の喧嘩になった。こうかこうか彼はね、戦中派でしたから、軍事教練があって柔道剣道やってたわけ。私は戦後1年ですからね、柔道剣道ないですよ、もうやりたい方ですよ。彼は来いグッ、私を背負いに投げ一本投げ飛ばして逆手に取って、ふざけ私をこういう格好で教会連れて行ったんですね。そうして生まれて初めて私は聖書を見ました。そこにスウェーデンの宣教師の方が来ておられた。彼は中国に40年間伝道していたけれども、マオツォトンが起こって中国が共産主義になって全部キリスト教の宣教師を追い出された。彼が追い出されたのは1947年だと。なんと、そしてそのスウェーデンに一旦帰ったけど、40年間もアジア人の顔ばっかり見てると、自分の国へ帰ったのに、あら外人ばっかり、落ち着きがなくなって日本に来た。そうして白川においでになったんですよ。私が行った教会の牧師先生は戦争中、闇米を買わないっていうことでね、栄養失調で亡くなっておられた。代わりの先生がおられなかったんです。それでこのスウェーデンの先生が入ってお話をされた。彼は聖書を開いてヨハネ伝の3章3節、誰でも新しく生まれ変わらなければなりません、いや私は生まれ変わりたいんだね、神は実にその一人をお与えになったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。初めて教会行って初めてお話を聞いて、私は4つのことも分かっている。第1番目、誠の神様はただ一人である。私は八百万800万もね信じておった。先生分かりやすい話しました。あなた今晩集会終わって家に帰るでしょ、家に帰って玄関開けてお父さんって呼んだら、家の中からなんだなんだなんだって3人も出てくるかって、お父さんなんだ一人じゃないか。ところがですね、私は八百万の神様、神様って、なんだって、800万聞いてる間に、どの神様が本当か分からなくなりますよ。ああ、そうか、誠の神様は一人なんだ、ね。その見えない神様が見える神となって来られた方がイエス・キリスト。罪のない誕生、罪のない生涯、だから罪の身の上として十字架に命を捨て3日目よみがえられた生きた誠の救い主だ、主だ。第3番目、それに比べて私という人間はなんと心の醜い、言葉において汚い、性質が歪んでいる、そういう罪人ではないか。4番目、だからイエス・キリストが身代わりとなって罪の滅ぼしをし、神様の前にお詫びをしてください、しかも死んでよみがえったことによってイエス・キリストは死んだ後の永遠の命、神の命を私たちに保証してくださるという、このお方出来上がっている救い主だから、私たちにその悔い改めて贈り物をいただくように信仰によって受け取るならば、今晩あなたは救われ、今晩あなたは罪許され、新しい命をいただきます。なんという違いですか。今まで聞いていたのは死んでみなきゃわからんと言われていたのが、教会に行ったら今日あなたは救われます、今日もらったらイエス様をいただくことによってイエス様があなたの罪を許し永遠の命を与え、あなたを作り変えます。いやー、私は喜びの知らせを聞いたと思ったんですよ。ああ、これは良い知らせだ、嬉しい知らせだ。
そして1947年12月31日の大晦日の晩に、私はその通りイエス様を信じ受け入れたんですよ。そしたら教会役員の方が来て、有賀さん、信仰というのは気分じゃありません。気分は変わりやすい。でも信仰というのはイエス様の約束された言葉を受け入れて、それを受け取ることですよ。たくさんあるけどそのうちの一つ、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ。来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ。あの頃はね、聖書の翻訳のね、文語訳って言うんですよ。硬い訳です。来よ、心安かれ、何時の罪許されたり、なんか歌舞伎の文句来よ、心安かれ、何時の罪許されたり。またその役員さんで、ね、私がひざまずいて祈ってる耳に口を寄せて、来よ、心安かれ、何時の罪、何時の罪、罪許されたりって、もう念を押す方なんですよ。またその方はね、あの花王石鹸ほどのトレードマークではないんですが、顎が出ている人で、上の歯と下の歯がちょっと噛み合ってるんですよね。ですから何じゃトゥンっていう時はね、こっちっていう時には両方の歯が必要ですよ。それが離れてるんですから、何じゃトゥン、何じゃトゥンっつってね、言った途端に唾がガッガッって飛ぶんですよ。まあ私のほっぺた唾だらけになりましたんですけど、皆さん、私はそれ以来今73年を迎えてるんです。73年の間、一度も疑ったことがない、イエス様から離れたことがない、教会から離れたことがない。どんな時でも私はイエス様と共に生きてくることができました。まあ内藤先生が、有賀さん、どうしてそんなに元気なんですか。イエス様の十字架で罪許されて、心の悩みが完全に取り除かれ、イエス様の復活の命で新しい命をいただいて、イエス様と一緒に生きていますから、このようにして私の人生作り変えられて、生き生きとしてるんですよね。まあ、ここに証があります。まあ、でもね、22年ほど前にお医者さんから警告されたんですよ。有賀さん、あなたは東北で、あのたくあん、お漬物たくさん食べ過ぎて、塩分ね、たくさん取ってるから血管がもろくなって血圧が高いと。ところがある時、私はアメリカ1週間、ガテマラ1週間、ところがアメリカのその1週間はテキサス州というね、ダラスというところを中心、アメリカのテキサス州って言ったらね、とにかくビフテキを食べるところなんですよ。もうお皿からはみ出すような大きいそのビフテキですよ。毎日食べました。ところがガテマラ行ったら、モーニングビーフって言って、朝半からビフテキなんですよ。夜はもちろんビフテキですよ。まあ2週間連続でビフテキビフテキビフテキ、帰ってきて血液取ったら、なんとコレステロール、中性脂肪ぐーんと上がってる。お医者さんがびっくりして、有賀さん、何食べてきたんですか。これは大変ですよ。このままだったら糖尿になります。糖尿になったら合併症を起こしてね、危険ですよ。今のうちです。どうしたらいいんですか。有賀さん、毎日野菜を 350g 食べなさい。それからあなたね、体重のコントロールが必要だから1万歩歩きなさい。それからね、肉、鶏、魚、肉、鶏、魚っていうバランスを取りなさいって言われた。まあ、それから私は毎日毎日一生懸命に、まあ、野菜を食べて1万歩歩いて、そしてバランス取ってきました。5ヶ月経ったんですよ。そうして血液取って、お医者さんが見たら、あら、有賀さん、平常値になってます。みんな綺麗ですよ。何やったんですか。いや、お医者さんの言われた通りやったんですって。私が言った通りやった人はあなたが初めてです。私がいつも言ってるけど、みんな言うこと聞きません。まあ毎日1万歩じゃなくても、一応これで平常になったから、1日おきで40分ぐらいは歩いてくださいと言われて、今日があるんですね。皆さん、私は皆さん方に今日素晴らしい喜びの知らせを持ってきたんです。イエス・キリストが聖書に書いてある言われたように、恐れるなって。私たちは人生恐れでいっぱいですよね。ああ、いつ死がやってくるのか、死んだら地獄か、またいろんな災害がある。そして昨年からこのコロナがパンデミックを起こして、もうせっかく緊急事態宣言を排除したら、また大阪地域でも昨日も300人
86人と言って、まあ多くの人が、まあ、花見にも行くでしょうし、またあの夜に控えてくださいって言うにもかかわらずね、あのちゃんと敷物を敷いてそこでどんちゃん騒ぎをやっているのが放映されてましたが、まあ控えてくださいって言うけど、人間はね固い字張ってですね、もう俺ぐらい大丈夫って言ってですね、どんちゃん騒ぎしちゃう。このような人が増えて、もうワクチンが蔓延している、そういう状況の中で手遅れ手遅れになってますよね。まあ高齢者は、まあ、医療従事者が優先されて、その次高齢者っていうけど、まだ私87の高齢者に来てませんですけどね、遅れてますよ。まあそこで心配がありますよ。いつ移されるんだろうか、いや移すんじゃないだろうかね。まあ皆さんがマスクしておりますが、私のマスクはここ持ってきましたんですけど、説教の時にマスクするとね、あの私メガネも曇ってしまって、みんなが見えなくなってしまう。それで申し訳ありません。まあそこで、かなり大きい声出しますが、なるべく唾は通さないようにしてですね、あの控えめにしておりますんですけど、まあそういうことで恐れがありますよ。いつ災いが来るんじゃないか。私は先週熊本の方に行ってね、5年前に地震があり、昨年大洪水があった地域の教会を訪問してきました。まさに東日本の大震災も10年かかっておりますね。本当にいつ災難がやってくるんだろうか、私たちは恐れていますよ。でもこのイエス様は恐れるなと声をかけてくれますよ。恐れないでいいって。どうしてですか。イエス様は言います。私は死んだ、でも私はよみがえった、生きている、そして二度と死ぬことはない。しかも私は死と地獄の鍵を持っている。愛する皆さん、ここで私は三つのことを教えられました。第一番目、まことの神様は何にもないところから作ることができるかと。まことの神様は作る方ですよ。この聖書の一番最初に、初めに神が天と地を作られたと書いてある。そして人間を作られたと書いてある。神様は何にもないところから作り出すことのできる方ですよ。だからイエス・キリストがお墓の中にもはや死んでしまった、葬られた。葬られてしまったら生き返るチャンスはありません。そのように決定的に息を引き取ったイエス・キリストが死んで葬られた、でも3日目によみがえられたって言うんですよ。愛する皆さん、私たちはこのイエス・キリストという方を通して神様は作られる方です。だからクリスマスも神様が作られた日です。イースター、死からよみがえったというこのよみがえの日も神様が作られたことですよ。このことを考えると、私たちはまことの神様によって作っていただく日である。あいつの皆さん、三浦綾子さんというクリスチャン作家の方は、本当に私は毎日感動で生きていますと言いました。なぜならば、人間にとってできないことを神様がイエス・キリストを通して可能にしてくださったからだ。皆さん、私にとって、皆さんにとって不可能なことがあります。第一、運命的なことが起こったらもう変えられません。第二番目、死がやってきて、お医者さんが臨終ですと言ったら、ちょっと待て、なんか言えません、死んでしまいます。第三に、人間の心が罪を犯して、本当に心の中から汚い言葉、汚い行い、そして汚い人格というものが本当に滲み出てしまいます。これはどうすることもできません。でもこの不可能なことを、イエス・キリストは、まことの神様が無から有を作るように、天と地を作られたように、また死の世界からキリストを復活させたように、あなたに新しいものを作り出してくださるというのです。なんという素晴らしいことではありませんか。イエス・キリストは今日エルサレムに入場されて、月曜日は教会のあの頃神殿と言われてましたが、神殿を清める、そして火曜日は学者たちと論争をして、
水曜日は一日静かにしとられて、木曜日は弟子たちと最後の食事会をして、その時弟子の一人がイスカリオテのユダという人が、なんと学者たちに結託して銀貨30枚というその当時の奴隷一人の値段でキリストを裏切る交渉をしてしまった。そうして最後の木曜日の食事が終わった後、イエス様がいつも祈りに行かれるゲッセマネの園、もし皆さんね、今までイスラエル旅行、聖地旅行っていうのをすでにされている方はどのくらいいらっしゃいますか。はい、はい、先生方だけ。はい、そんならね、まあ、来年か再来年、私39回目の、イスラエル旅行を計画しているんですけど、コロナのために、まあ、一昨年行って、その時にある男性の方が、有賀先生、2年以内にもう一回計画してくださいって、というのは家内を連れてこなかった。やっぱりこんな素晴らしいね、イエス様の誕生したところ、イエス様が生活されたナザレの町、そしてイエス様が活動されたガリラ周辺、そういうな、そしてイエス様が十字架にかけられたこの丘、そしてイエス様が葬られたお墓って、みんな見ることができるわけですけども、これを、まあ、百聞は一見にしかずっていうけど、見るっていうことはすごく私たちに確信を与えますけれども、まあ、そういうわけでね、一緒に行きたいからって言われているのに、昨年はもうコロナが始まり、今年もまだダメです。なんとか来年ぐらいと思ってますが、また計画されたら皆さんにご案内しますので、ご一緒に行かせていただきますね。まあ、それは別として。ということは何を言いたいかというと、イエス・キリストの誕生したことも、イエス・キリストの十字架にかけられたことも、イエス・キリストが死から蘇ったということも、みんなこれは歴史的な事実だということです。皆さんも本籍があるでしょう。どこの家で誰と誰の間に生まれた戸籍があります。それは歴史です。だから皆さんは私の父や母に会ったことはないけれど、私が生きてるということは私に両親がいたということは確かですよ。同じようにイエス・キリストがこの地上において誕生して十字架にかけられて三日によみがえったということは歴史的な事実だということです。疑うことはできない。しかもイエス・キリストは弟子たちに現れて、今このようにして黙示録の中でもイエス・キリストが輝いた姿、誕生した時は馬小屋の姿でしたが、ここで描かれているイエス・キリストは世の限りなく支配される素晴らしい輝く力ある生きたお方として書かれております。このお方が、私はあなたを救い、そしてあなたを新しい命を与えると言われるんですね。なんという素晴らしいイースターのメッセージではありませんか。神は救います。第2番目、神様はまさに行動されます。イエス・キリストがお墓に葬られて、実はローマの兵隊たちが石で封印をいたしました。二重に封印をした。万兵がそこにいました。誰一人イエス・キリストのこの葬った体を持ち出すことはできない完璧な守りでした。しかしなんとそこに見つかりが現れ、日曜日の朝この墓石が取り除かれて、そしてイエス・キリストは死からよみがえられた。皆さん、なんという神の行動ではありませんか。神様は生きているだけになって、確かに行動を起こされる方です。いざとなったらそのようにして神様は技を行われるということです。イエス・キリストの十字架の身代わりの死によって、その血を流すことによって私たちが救われる。実はこれは歴史的なある出来事を表しているんです。かつてイスラエル民族がエジプトという国で400年間奴隷になっていた時がありました。アフリカに行きますとですね、このスフィンクスとかピラミッド、有名な遺跡が残っております。まあ、そういう中でね、ユダヤ人たちが奴隷にされて、そうして本当に労役を通してあのような奇跡的な大きな建物を建てられたと言っておりますが、それほど苦しみ、本当に蹂躙されて
苦しんでいました。彼らは叫び求めました。神様、助けてください。どうぞお願いします。その時神様はモーセという神に仕える人を通して、よし、私は下ってきた。私はあなたの悲しみを見た。あなたの叫びを聞いた。だから行動を起こして、モーセという人を通してあなた方を脱出させる。ところがその当時のこのパロという王様は頑固で、もう何回交渉しても許しませんでした。その時10回にわたる交渉をしたんですが、最後のもしあなたが言うことを聞かないならこれをすると言って、神様はモーセを通してイスラエルのために一家族で、もし少なかったら多かったらね、二家族で一頭の羊をまずほふりなさい。そしてその血を自分の入り口の柱と鴨居に塗っておきなさい。そうすると神様は裁きの神を送って、このイスラエルの人々を守り、エジプトの王をはじめエジプト人はその家族の長男が裁かれるということを言われたんです。イスラエルの民はそれをその通り守りました。そして羊を殺し、その血を持って、その血で柱に印をつけ、鴨居に印をつけた。その夜裁きの神が全土を回りました。パロ王の長男も、そして高位高官の人々の家族の長男も、一家族のそのそれぞれの平民の家族の長男がみんな殺されていた。いや、すっごい叫びが全土に起こりました。もう分かった、あなた方の今信じる誠の神を私は恐れる。それであなた方をどうか約束されたイスラエル、今のパレスチナに帰りなさいと、まあ、出してくれたわけです。そのきっかけとなったのが、この子羊の血を自分の入り口に塗ったという、これが記念。これを見るならば、その前を裁き主はパスオーバーする、過ぎ越すというので、過ぎ越しの祭り、今でもイスラエルは今日から1週間過ぎ越しの祭りを記念しているんですね。皆さん、私はこのようにして神様はいざとなったら助け出した。羊の血を塗ることによって、その当時のイスラエルの民は裁きから逃れました。ということは、やがてイエス・キリストという方がこの世に来られて、イエス・キリストが十字架に血潮を流すことによって、その血に免じて神は行動を起こして、あなたのすべての罪を、汚れを許して清めるという、神様が行動を起こされるという印なんです。しかもお墓から3日目によみがえるということも、これも人間の世界で誰もできないことです。それを神様が行動を起こしてくださって、死からよみがえらせてくださるというんですね。なんという喜ばしい素晴らしいことがありませんか。第一番目、神様は作られる。ありえないことを人間の世界に、天と地を作られたようにイエス・キリストをこの世に送り、そしてキリストの十字架と復活、これは神様が作られた。イースターは神様の作られた日で、第2番目、神様は行動を起こされるということです。あなたを同じようにイエス・キリストを通して、もし私たちの魂の中にそのような不可能なことがあったら、まことの神様に寄りすがってみてください。神の名を呼んでみてください。主の名を呼ぶ者は皆救われる。私は決して決してあなたを捨てない、決して決してあなたを離れないと、まことの神様は言われます。そして第3番目、この誠の神を作り、誠の神は行動し、そして誠の神は全うされる、完成されるということです。イエス様の名前がこの聖書の中で、先ほど私は始めであり終わりであると言っています。そしてアルファでありオメガであると言われました。ギリシャ語の最初の言葉がアルファベットがアルファです。一番最後がオメガです。東北弁ではオメガっていうのはオメガっていうのはオメガっていうんですけど、まあ本当に神様は
名前が始めであり終わりである。そうです。誠の神様は終わりをきちっとけじめをつけてくださるお方で、中途半端のままするお方ではない。私たちに関わる、私たちを罪を許し、汚れを清め、聖霊によって新しい命を与え、罪を許して神と共に生きる者、それを私たちをこの地上で、私たちは今なお苦しんでますよ。戦争がある、争いがある。ミャンマーでも昨日はあのように兵隊たちがですね、100人以上の人を殺してしまった。1日の間にその100人も殺すということは初めてだ。皆さん、軍事政権から民主的になり、あのアンサンスーチーさんがですね立って民主化が始まってきた。ところが軍事政権の人がもう一回あのようにしてクーデターを起こしている、まあ、それに民衆は反動してですね、いやー、なんとかなんとか前の民主化に戻ってほしいと、まあこのように力で力を伏せるような、そういう武力的な考察がなされております。皆さん、世の中はもうこのようにして天変地異は起こるし、国際の間においても国家間においても、そうして神様が私たちを本当にこのままにはしておかない、うん、この聖書の黙示録の中で21章22章という最後があります。そこに書いてあります。見よ、書き、神の幕や神の住まいがあなたとも神の民と共にある。神は自ら共にいまして、彼らの目の涙をことごとく拭い去ってください。もはや死も悲しみも叫びも病も争いもなくなると書いてあります。そして聖書は、身を全てのものを新しくすると書いてあります。このようにして神様は必ず完成してくださるということです。私の母は88歳で天に帰りました。その時ふっと目を開けたと思った。ああ天国が見えたって、嬉しいなって。お母さん、天国が見えたのって、うん、素晴らしい世界だ、嬉しいなって。父親は75歳で天に帰りましたが、お医者さんは言いました。この体は、年は75歳だけど、体そのものは90年間生きたと同じ体ですよ。力仕事、重労働したから、体は実際は75年だけど90年生きた分働いた体だと言われましたかね。その父も嬉しいなあ、これが最後でした。私の義理の母は昨年10月の7日に109歳と6ヶ月、あともう少しで110歳になるところでしたが、109歳と6ヶ月でイエス様のもとに帰りました。本当に何の苦しみもない、嬉しいな、イエス様が迎えに来てくれる、最後の言葉でした。愛する皆さん、この聖書に書いてあるイエス様を通して明らかにされた誠の生きた力ある愛なる神様は、私たちを救うお方です。私たちを行動してくださるお方です。私たちに完成してくださるお方です。この祝いがこのイースターではないでしょうか。この1週間イエス様が、私はあなたのための身代わりとなって生贄として十字架にかけられる、あのエジプトで家族を守るために羊が殺されて、その血が入り口に流されたように、イエス・キリストは私たちを守るため、救うために自ら十字架に血を流してくださったのです。今誠の神様はそのイエス・キリストの十字架の流された血潮に免じてあなたの罪を許す、そして死から復活されたイエス様によって同じようにあなたをも生かすと言われます。そしてイエス様は約束されたように、私は全てのものを新しくする、もはやそのような戦争も病も一切ない、神の御国を用意して私たちを待っていてください。皆さん、このイエス様が私たちを救って、記憶して、守って、
全うしてくださるというお方なら、どうぞこのイエス様と一緒に生きてみませんか、ね、私は73年前このイエス様抜きで苦しんで悩んでいました。でもイエス様に出会ってからはっきりと私の人生は変えられた、ね、そしてそれが変えられます。希望を持っています。イエス様は私をそのようにして永遠の御国に案内して連れて行ってくださるんだ。だからイエス様を通して神様は救ってくださる。何にもないところから今までありえないことを神様は作るお方ですよ。私たちを行動して技をしてくださるお方です。皆さんの中にご病気の方がいますか。どうか主の元に来てください。イエス様は主の御名によって罪を許すだけになって病を癒すと書いてありますね。私の父親は頑固な人でした。やめません、商売が石屋だったから。しかし頑固な父親が喉頭がんにかかって余命3ヶ月と言われた。母と私は心を合わせて祈りました。神はその祈りに応えて、なんと喉頭がんを癒してくださった。お医者さんはクリスチャンでしたから、有賀さん、これは医学でできないことをイエス様がしてくださったんですよ。まあ、これをきっかけに父はクリスチャンになったんですが、この姿を見たときに兄嫁、二人の姉たち、義理の兄たちがみんな、ああ、まことの神様生きている、技をなさるお方だって言ってね、全家族がクリスチャンになったんですよね。愛する皆さん、そのようなイエス様と共に、今日、心を開いて、信仰によって、受け入れて、イエス様と共に歩んでください。イエス様は作る、技をして、完成してくださるお方ですから。未来について将来どうなるかと心配しているがならば、どうかこのイエス様を中心にイエス様を通して完成してくださる方だと確信して、恐れを完全に取り除いていただきましょう。心からお勧めします。お祈りいたします。私は始めであり終わりである、生きているものである。私は死んだが見よ、余裕限りなく生きている、また死と読みの鍵を持っている。ハレルヤ。私たちを愛して見えない神様が見える神として、イエス様としてこの世においでになる。誕生あの馬小屋で、そして30年の大工の生活、そして3年半公の生涯を通し、ついにイエス様は私たちの罪の許しのための印として十字架にかけられ、血を流し3日目によみがえって、今も生きておられる生きた偉大なる神と共に今も生きていらっしゃる、そのことを心からお祝いするイースターを前にして、受難の一週の初めの日を今日迎えて記念することができてありがとうございます。主は間違いなく来てくださいました。神様は作ってくださるお方です。神様は行動を起こしてくださるお方、見放さないお方です。我々の罪を許して汚れを清めて病を癒してくださるお方です。また私たちに永遠の神の限りない命を与えて、死と黄泉の鍵を完全に打ち破って、あなたは御国を私たちにお与えくださるお方であることを感謝いたします。このイエス様を私たちの心に迎えます。罪を許してください。イエス様を迎えます。汚れを清めてください。イエス様を迎えます。私を死から完全に今解放してください。イエス様を迎えます。イエス様の約束通り、すべての病を今癒してください。あなたの栄光のためにイエス様を迎えます。天国まで、新しい神の命の世界まで、必ず完成してくださると感謝します。今お祈りを結びますが、自分もこう神様に行動を起こしてもらいたい、許してもらいたい、癒してもらいたい、解放してもらいたい、そういう祈りがありました。ちょっと手を挙げてみせてくださいますか。神様、私こういう祈りがあります、こういう願いがありますという方、はいはい、アメン、はいはい、ありますね。心から罪を取り除いてください。汚れを清めてください。病を癒してください。はい、どうぞ手を下ろしてください。結構です。神様、今それで一緒にお祈りしましょうか。私が一言ずつ先に祈りますので、私の後について祈ってみてください。
私を愛してくださる神様、私を愛してくださる神様、長い間あなたによって作られ、生かされながら不信仰であり罪人でした。イエス様の十字架の流された血潮で私の罪を許してください。私の心の汚れを清めてください。よみがえった命で私に永遠の命を保証してください。この祈りを聞いてくださることを感謝して、イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。私だけ祈ります。神様、今心を合わせてお祈りされた一人一人の祈りを、あなたが73年前私の初めて祈った祈りを聞かれたよう、今聞いてくださったことを感謝します。声をしっかりしなさい。あなたの罪を許されたのだ。ありがとうございます。ミコリエスの血が全ての罪から私たちを清めるのである。今心を清くしてください。ありがとうございます。その打たれた傷によってあなたは癒されたのである。ありがとうございます。あなたの癒しをいただきました。今恐れるな。死と黄泉の鍵を持っているというイエス様が私たちの生涯を保証して終わりまで全うしてくださることを感謝します。恐れないで毎日の生涯を喜び、限りなくイエス様と共に全うさせてください。心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。心から祝福します。